1944年、ガイベル・パウル・オット・ガイベルは、新英隊の将軍。最終階級は、新英隊少将及び、警察少将。ドルトムントで校長の息子として生まれる。第一次世界大戦中は、ドイツ帝国海軍に入隊し、終戦までに、大尉へと昇進している。1920年から1933年まで、保険会社に勤める。 1931年12月に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。同時に突撃隊に入隊し、突撃隊第81連隊に所属された。また突撃隊憲兵隊にも所属した。1935年3月にはベルリンに本部を置く憲兵の顧問となる。4月に国家地方警察に少佐の階級で入り、 1942年10月まで内務省の国家地方警察自動車警ら隊の職員となる。1938年12月に新衛隊調査の階級で新衛隊に入隊する。1942年10月から1944年3月まで秩序警察本部の司令局第2部の部長となる。1944年3月31日から ワルシャワの新兵隊及び警察指導者に任じられ、1945年2月1日まで、勤めている。彼の指揮の下で、ワルシャワ放棄後のワルシャワの破壊が行われた。その後プラハの秩序警察司令官となり、終戦まで勤めた。戦後、チェコスロバキアの裁判所で、懲役5年の刑が言い渡される。釈放後はポーランドに引き渡され、 ワルシャワ法記事の親衛隊及び警察指導者としての責任により1954年に終身刑が言い渡された。1966年11月12日に刑務所内で自殺した。出典 ABCD ユジャー P57。ありがとうございます。